皆さん、こんにちは。ハロー通訳アカデミーの上山です。それではこれより2024年度全国通訳案内試験第1次筆記試験対策、通訳案内の実務の傾向と対策の解説をさせていただきたいと思います。まず最初に、この動画をご覧になる皆さんに2つのお願いがございます。まず第1は、通訳案内の実務の傾向と対策と官公庁研修テキストの資料を印刷してご用意いただきたいということです。これらの資料がお手元にありませんと、この動画を見ただけではほとんど意味をなしませんので、よろしくお願いいたします。通訳案内の実務の傾向と対策と官公庁研修テキストの資料は、下の概要欄にリンク先がありますので、ご確認ください。ご自分で印刷できない方は、ハローカラー印刷サービスをご利用いただければ、格安で資料をご提供できますので、ぜひご検討いただきたいと思います。さて次に2番目のお願いですけれども、皆さんにはぜひ赤いボールペンを1本ご用意いただきたいと思います。私は資料の解説をするときには、下線を引いてくださいとか、くるっと丸をつけてくださいなどとよく言いますので、皆さんは赤いボールペンでこの資料にどんどん書き込みをしていっていただきたいと思います。そうすることによって重要事項が記憶に残りやすくなりますし、また後で復習するときにとても便利かと思います。それでは資料の目次から順次解説を始めさせていただきたいと思いますので、目次のページをお開きください。目次のページをご覧いただきますと、大きく基本情報、問題分析、問題と回答、予想問題、覚えておくべき専門用語と、重要用語と、このように1、2、3、4、5つのジャンルに分かれておりますけども、まあ、この資料で重要でないページは、1ページもございません。ただ、皆様の勉強の便宜のために、星印、1つ2つ3つつけましてですね、まあ、ご参考にしていただきたいと、まあ、こういうふうに思っているわけでございます。はい、それでは1ページから順次ご説明をさせていただきますので、1ページをお開きください。で、まあ、この資料はもう基本的に、自学自習ご自分で、勉強できるように、あちらこちらに、まあ、リンクなどを貼ってですね、作成をしておりますけども、今回、本試験まであと、まあ、3週間足らずとなりましたので、重点的にお話をさせていただきたいと同時に、読んで、分かる部分については
適宜省略をさせていただきたいと思いますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。はい、最初ガイドラインからですけども、変更点は中国語に関する事柄ですので、この通訳案内の実務については変更はございません。もう何回もガイドラインについては皆さんもご確認済みだと思いますので、あまりご説明はしませんが、試験方法のところをちょっとご覧いただきまして、本科目については原則として官公庁研修テキストを試験範囲とすると、昨年もこの官公庁研修テキストから 100% 出題されているという事実がございます。はい、試験方法はマークシート方式、試験時間は20分、ちょっと赤いボールペンでくるっと丸をしていただきまして、もう見直す時間はほとんどございません。ですから、この過去の問題をご覧になりながら、20分というのがどういう時間なのかというのをご自分で、実体験をしていただくことがとても重要かと思います。はい、試験の満点は50点となります。で、問題の数は、20問程度となります。はい、ちなみに昨年は問題の数だけは、16題になっておりますけども、はい、で合否判定は50点満点のうちの30点、60% になっております。地理と歴史が、合格判定の基準点が、70% に対して、こちらの通訳案内の実務については、60% になっています。その理由は、これもともとは一般常識から、一般常識が二分されましてね、片方が一般常識、片方が通訳案内の実務ということで、もともとは地理と日本歴史と一般常識だったんですけども、得点がですね、地理歴史に比べて一般常識が、ずっと点数が低かったと、こういうところにですね、通訳案内の実務の合格ラインも 60% と、設定された、そういう経緯がございます。はい、で次はですね、そもそも合格基準点とは何かということですけども、この試験長年にわたりましてね、難問、鬼門、珍問の通訳案内試験、と呼ばれてきました。で、いろいろとございまして、2018年、法律の改正に伴いましてね、こちらの通訳案内の実務も試験科目に加わりですね、この、 通訳案内実務に関しましては、初年度に、18年とか19年、かなり優しかったんですけども、年を経るごとに次第に難化と申しますか、難しくなってきました。ですから決して油断をするわけにはいかない。この1科目、失うだけで、一次試験もう一度という、そういう方もたくさんおられますので、心して、準備を進めていただきたいと思います。はい、一般常識が一般常識と通訳案実務に二分割された理由、そこをご覧になっていただければ分かりますので、そこは省略させていただきます。2ページをお開きください。問題作成委員なんですが、これは私がこの出題形式、内容、配定構成などを分析して
まあ、A グループ、まあ、B グループではないかと。で、本年度2024年度の問題作成をですね、まあ、この B グループの方が担当するかどうかは分かりませんけどもね、まあ、皆さんとすればね、受験者としましては2018年度にですね、この通訳案内の実務が実施されるようになってから、まあ、この6年分についてはしっかりと見ておくことが大切だと思います。はい。年度別の大問小問の配点構成問題数は次のようになっております。はい。まあ、50点満点で、まあ、2点の問題、3点の問題の組み合わせになりまして、先ほど申しましたように昨年は合計で16台、3点の問題が14台、それから4点の問題が2台と、こういうことになっております。はい。で、合格への道、孫子の兵法に曰く、かを知り己を知れば百戦危うからずと申します。孫子というのは今から約2600年前の中国におりました、いわゆる戦略家といいますかね、まあ、軍師なんですけども、今でもこの孫子の兵法がいろいろなところ、まあ、ビジネスの世界でも、まあ、引用されております。また、まあ北、ベトナム戦争ではですね、まあ、北ベトナムのザップ将軍がこの孫子の兵法を使ってですね、まあ、あのフランス軍、アメリカ軍を撃退したと。あるいは湾岸戦争の時にアメリカの、シュワルツコフ司令官がこの孫子の兵法を用いて、勝利したなどというですね、そういうことも言われております。はい。まあ、この過去問を見て出題傾向、ご自分の強い分野、まあ、弱い分野を知ることが全ての出発点、全ての出発点、下線を引いてください。では問題については、過去問はこの中にも全部収納されております。はい。あとは合格体験記ですね。皆さん方の先輩、まあ、合格者の皆さんがね、皆さんに残して、いただいた、まあ、最高のプレゼントであると思います。まあ、勉強に行き詰まった時にこの合格体験記を、お読みいただきますと、まあ、必ず道が開けます。はい。こちらもぜひご参照いただきたいと思います。はい。それから特に昨年2023年度に受験された皆さんの先輩の一次レポート、これは一次試験直後にですね、受験をなさった方からのレポートをまとめたものでございます。それから一次試験の合格体験記、これは一次試験に合格なさった方からですね、頂戴しましたレポートになりますので、こちらもぜひご参照いただきたいと思います。はい。それから、観光庁研修テキスト、通訳案内の実務試験の、まあ、種本、ちょっとくるっと丸、である観光庁研修テキストを必ず手元に置いて勉強してください。ご自分で、印刷できない場合はハローから印刷サービスをご利用くださいということでございます。はい。で、次のページをご覧いただきますと、3ページ、観光庁研修テキストの、学習法ということですけども、1番、通訳案内の実務の問題の最大の特徴は、ほとんどの資料と、あ、ごめんなさい、ほとんどの問題が観光庁研修テキストから出題されているということですと。
で、2018年、この試験が通訳案内の実務が実施された2018年から2023年度、まあ、昨年までのですね、官公庁研修テキストからの出題率、これが平均して 95.7%、この6年間で116題、出題されまして、そのうちの111題がこの研修テキストから出題されております。ちなみに昨年は、2023年度 100% 全ての問題が、官公庁研修テキストから出題されております。官公庁研修テキストの、まあ、学び方につきまして、別の動画で、解説をさせていただいておりますので、そちらの方もぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。で、2番目、しかも繰り返し同じ問題類題が出題されていると。同じ問題、赤いボールペンでくるっと丸をつけてください。で、類題もくるっと丸をつけてください。で、2023年度1番から1234ずっとこうございましてね、これが、例えば問題1につきましては2018年度の4番、2016年度の4番に類題が出てますよと。で、その内容は通訳案内書法の、52条の、まあ、名称独占の問題ですよと。で、問題に2018年度の6番、2020年度の2番にですね、まあ、類題が出てますよと。で、こう通訳案内書法の、30条の研修の事柄ですよということで、以下、2022年度2021年度につきましてね、まあ、同じ問題あるいは類題についてすべてこちらの方に記載をさせていただきましたので、皆さんはできれば、過去問にですね、過去問を確認しながら、まあ、どのようにこの同じ問題あるいは類題が出たのかと、こんなところを、まあ、ぜひ見ておいていただきたいと思います。よろしいでしょうか。3番目、官公庁研修テキストの学習法、まあ、これは先ほど申しましたように、別の、動画でご説明をさせていただきました。で、こちらの方を、まあ、ここをご覧になっていただければ分かりますけどね、はい。2024年度受験対策として、まあ、ほとんどがこの研修テキストだった。で、それからですね、各年、各年度も、年度ともですね、官公庁研修テキストのページ照準、まあ、若い番号から高い番号の順番に問題が作成されております。すなわち出題者は官公庁研修テキストのページをこう、まあ、繰りながらですね、次々と問題を、まあ、作成していったということであります。はい。で、2023年度に引き続いて同じ出題者が、まあ、2024年度も担当する可能性があるので、受験者は官公庁研修テキストのページ照準に問題が作成されていった過程を追体験、赤いボールペンでくるっと丸をつけてくださいことが大切だ。はい。で、次に4ページに行きまして、慣例法令からの出題分析ということで、1番、慣例法令からの出題、2018年以降毎年はいくるっと丸、関係法令から出題されている。2024年度受験者は通訳案内司法、旅行業法、
著作権法、薬器法、以前の、まあ、あの薬事法ですね、これが薬器法になって、景品表示法に注意、あと、まあ、あの昨年、道路運送法から出ております、これ18年と23年に出ておりまして、まあ、これに加えて、道路運送法も注意をすることが必要かと思います。はい、で各年度の関連法令からの出題実績は下記の通りですということで、この表を作成をしております。左側に通訳案内手法、18年と19年は8台7台と、まあ、かなりたくさん出たと。そしてまあ旅行業法も、まあ、ほとんどの年度出ております。まあ、昨年はあのかすった問題がね1台ありましたけども、それは問題として出てきた時には通訳案内手法の問題になっていたと。景品表示法、それから著作権法、昨年1台出ました。はい、で薬器法に、先ほど申しました道路運送法ということでね、まあ、昨年はまあ6台、まあ、18年と19年は12台14台と非常に比重がまあ多かった。でこの6年間に54台の54、赤いボールペンでくるっと丸をしてください。非常に多くの問題が、この関連法令の問題でしたと、まあ、そういうことですね。はい、で下に2番目、通訳案内手法の出題実績ということで、18年から昨年の23年まで、通訳案内手法の第何条から出たということをこちらに明記いたしました。3番目としまして、 旅行業法、まあ、18年から22年まで第何条が出たと、示しました。4番目、景品表示法、まあ、不当景品類及び不当表示防止法、こちらが19年から22年まで、それから著作権法、同じように薬器法、道路運送法、はい、このように出ておりましたのでご確認をいただきたいと思います。はい、次のページ6、ごめんなさい、5ページになりますが、ここはちょっと二重丸をしておいてください。2023年度通訳案内の実務の問題分析と、一番左側が、問題番号、先ほどから申し上げておりますが、合計16台の問題が出ました。はい、で次に、正解の、まあ、4択の問題、あるいは6択、ごめんなさいね、正解が何番、4択の問題でどれが正解かということを赤字で示しました。はい、で配点が、まあ、3点あるいは4点ということで、その配点もこちらの方に、書きました。それから次が観光庁研修テキストの出題ページ、これもちょっと横丁に二重丸をしておいていただきたいと思います。はい、例えば1番の問題番号1番はですね、観光庁研修テキストの2の左段というのは2ページの左段、この観光庁研修テキストをご覧になっていただきますと、左右2つのコラム、段から構成されておりまして、この1番は2ページの左段、3ページの右段、4ページの右段、5ページの左段、まあ、ここから出てますよと。実際に、
この研修テキストをご覧になっていただいて確認をすることが重要でございます。はい、で関係法令の通訳案内手法のところに赤い丸をつけておきました。はい、これによって、関係法令、どの関係法令、から出ているかということが一目瞭然にお分かりいただけると思います。で1番の問題番号1番、この内容のところですね、右側に行きますと、憧れの職業、それから経過措置で、講習受講の義務、まあこれも何回も出てますが、それから名称の、使用停止で、一番右側に、まあ重要度と、いうところに星印が一つ、まあちょっと空欄もありますがね、星印が二つ三つというふうに、過去6年間の問題の分析からですね、再度また出題される可能性が高いのではないかという視点から、この重要度表記をさせていただきましたので、もちろん全部大事なんですけどね、あの星印の、まあ、2番2つ3つ、まあ、1つもそうですけども重要であるという認識を持ってこの過去問をご覧いただきたいということでございます。よろしいでしょうか。それからあと特に、まあ、この年でですね、皆さんに注目していただきたい問題が13番14番15、ちょっと赤いボールペンで13、14、15、くるくるくるっと丸をしていただきまして、右側の内容のところのイスラム教の断食期間で、イスラム教をくるっと丸、イスラム教の礼拝、これイスラム教をくるっと丸で、15番イスラム教の食習慣、イスラム教をくるっと丸ということで、イスラム教を関連の問題が、3題出てきました。で、この、まあ、宗教に関連する問題をちょっと先にざっと見ていきたいんですけども、6ページ、22年度の16番にヒンドゥー教のテーブルマナー、ヒンドゥー教くるっと丸、で17番にユダヤ人の食習慣、このユダヤ人、はい、くるっと丸。で、次のページ、7ページの16番に、右手を優先するイスラム教、イスラム教くるっと丸。それから18番の問題、ヒンドゥー教徒の食習慣、ヒンドゥー教徒くるっと丸。はい。そして8ページをご覧いただきますと、21番の問題、これがヒンドゥー教徒の食習慣、まあ食習慣が多いんですけど、ヒンドゥー教徒くるっと丸、それして9ページはなくてですね、と10ページ、2018年度の問題なんですけども、14番15番16番17番で、14番がイスラム教のラマダン、これ繰り返し出てるわ、昨年も出たわけですよね。イスラム教の礼拝、これまたあの昨年出ましたね、イスラム教丸がイスラム教の礼拝のメッカ、それから17番がキリスト教の食事制、キリスト教くるっと丸、こういうことで、この、 あの宗教関係の問題がですね、まあ、あの19年はあの出なかったんですけども、あと、全ての年度において出ておりまして、昨年、まあ、またこの3題、まあ、出ております。今年もあの出る可能性は非常に高いということができますので、この研修
観光庁研修テキストのこの宗教の関連のところは特にしっかり見ておく必要があると思います。よろしいでしょうか。はい。でこの問題分析はですね、各問題、皆さんとすれば過去問を見ていただきまして、何ページの左段であるとか、何ページの右段であるとか、こう記載がありましてね。で、私が作成しましたその、マーキングをしましたね、ハイライトを加えた観光庁研修テキストとですね、それを必ず開いて、その研修テキストを開いてそこの場所を確認をする。これが非常に重要ですね。なぜかといえば同じ問題が出たりとか、あるいは類題が頻繁に出題される試験だからなんですね。はい。で研修テキストにはですね、何年の何番、問題番号ですね、何年の何番にこの部分が出題されましたということをですね、明記してありますね。なので皆さんがこの観光庁研修テキストを勉強されるときにね、そのこう、何年度の問題、何番の問題、こう比較対象しながら見ることができる、そのように勉強していただきたいと、そういうことでございます。よろしいでしょうか。で6ページ、2022年度の問題ちょっと見てみますと、ちょっとここはですね、関連法連の一番左側がちょっと空欄になっております。これ通訳案内書と赤いボールペンで記入をしておいてください。通訳案内書ですね、1番と2番の問題が通訳案内書の問題で、旅行業法の問題が3番、4番、5番、6番、そして著作権法が13番、そして薬器法が14番、そして、景品表示法が15番、これほとんど同じような問題がこのね、景品表示法出ておりますから、星印も3つつけておきました。はい。が、ヒンドゥー教、ユダヤ教ですね、この辺り。もちろん全ての問題当たっていただいて、研修テキストの出題ページを必ず確認をするということは、ぜひ行ってください。次のページ、21年度の問題なんですが、1番が通訳案内書法で、この年は旅行業法が2番3番4番5番、4台出ておりましたね。からあとは景品表示法が1台ということで、あとはイスラム教、ヒンドゥー教も出てますよと。で星印またご覧になっていただいて確認をなさっていただきたいと思います。この年も全ての問題が研修テキストからの出題になります。はい。次のページ、8ページ、2020年度の問題分析ですけども、1番2番が通訳案内手法、それから旅行業法が、3番4番5番、通訳案内書法は16番もありましたね。はい。著作権法が17番、それから景品表示法が19番で、下の方にヒンドゥー教徒の食習慣と、こんなところですね、こう必ず確認するか。あとこ の, 7番8番9番のこの SIT の意味、スペシャルインタレストツアー、それから SIC、シーティングコーチ、FAM と、こういう略語ですね、これ出る可能性も非常に高いんですけどもね、この資料で言いますと、後ろの方のですね、
ページを確認しましょうか。77ページをちょっと開いていただきますと、そこに取材された覚えておきたい専門用語という、まあ、1というところで、19年、まあ、過去に出たこういう、こう略語とかですね、これをまとめておきました。で、次のページをご覧いただきますと、78ページ、取材された覚えておきたい専門用語2としましてね、このあたり、SIT、さっき出ましたね、SIC とかね、FIT、個人旅行。で、こんなところ、必ずこれ、非常に重要だと、FAM も下にありますね。で、次のページに行きまして、マイスとか、こんなところあります、はい。それから、あと、ついでながらですね、初代80ページをご覧いただきますと、出題が予想される重要用語ということで、これはまあもう何回もこう出ているもの、あるいは出そうなものをまとめておきましたので、ここのところもよく見ておいていただきたい。から81ページ、重要なホテル用語。これそれほど出てない。出てないんだけども、まさに、通訳案内の実務でですね、この程度の用語を知らなければ話にならないということなんですね。ですからぜひこちらの方もよく見ておいていただきたいと思って、82ページで、ちょっと戻りまして、8ページの2020年度ですけどね、まあ、あとクレームタイプ12番のクレーム対処、これもちょっとくるっと丸をしておいていただきたいと思いますね。これも時々出てきます、はい。9ページ、2019年度の問題分析になりますが、まあ、これ18年に初めて、出現した試験でして、通訳案内手法がなんと 1,2,3,4,5,6、7台出てますね、はい。それから旅行業法が 1,2,3,4,5 台出ている。まあ、これだけでね、12台ということでね、もう半分以上、6割の問題が通訳案内手法と旅行業法というもの。かなり優しかったんですね、18年と19年はね。で、この年に薬機法が15番の問題、それから景品表示法が16番の問題に出ておりました。はい。で、このあたりの通訳案内手法と旅行業法の問題というのは、もう基本中の基本の問題になりますのでね、ここは次のページの、まあ、18年の問題、と同様にですね、この辺りはきちんと見ておく必要があると思います。そして実際の、観光庁研修テキストの、ページに、当たって確認をすることがとても重要です。よろしいですか？これとても重要ですから、これはよく覚えておいてください。はい、で、次のページ、10ページを開いていただきますと、またまた通訳案内手法が1番から8番までですね、出ておりまして、そして、旅行業法が9番に出ております、はい。この2つの関連法令で約半分、18年ですね、法律改正された年、そして著作権法11番、道路運送法が12番、そして、薬機法が13番と、こんな、あとはイスラム教、先ほど赤いボールペンで丸をつけていただきました、14、15、16、17、イスラム教、イスラム教、イスラム教、キリスト教と、まあ、こんなところ、重要なのかなと。ということですね、はい。
食物アレルギー、これもあの関連が今年出ております。食物アレルギーもくるっと丸をしておいていただきたいと思います。で次、11ページですけども、観光庁研修テキスト、ちょっと抜粋をしまして、2024年度通訳案内の実務受験用ということで、18年からですね、昨年23年まで、まあ、95.7%、116台のうち111台がこの研修テキストから出題されました。はい、昨年23年度は 100%、16台のうち16台が本書から出題されましたと。で18年度から23年度の出題箇所をハイライト、マーキングをしてですね、出題年度を問題番号を明記しましたのでね、まあ、時間のない皆さんがこの100何ページのですね資料を全ページを精読するということはまず、まあ、時間的に難しいですから、私がハイライトマーキングをしたところを重点的に過去問と過去問を参照しながらというかね、まあ、こちらの研修テキストを参照しながら過去問を見る、まあ、このまあ、バイスバーサーですけどね。で目次にも出題年度と問題番号を明記した、これ、次に見ています。24年度の受験者皆さんは本書からどのように問題が作成されたのかをよく、これは赤いボールペンで下線を引いてください。本書からどのように問題が作成されたのかをよく見ておくと。まあこれは他の科目でもね、私は申し上げていることなんですけども、まあ、過去問をねこう読み解いていくっていうか、こう深読みをするとだんだん出題者のこう発想が分かってくるんですね。はい、そうするとこの受験者として一番関心がある、自分が受験する、まあ、今年の8月18日にどんな問題が出るかなと、これがだんだんこう見えてくるんですね。その感覚、この受験感覚と申しますか、これはまあ非常に重要なのかなと。私はこの試験も50年ぐらい、まあ、こう関わってきてますのでね、それぞれの年度、まあ、それぞれいろんなこう、まあ、特徴がありね、私なりに感想があるんですけどね。ですからこう、まあまあ、このようないろんな資料を作成、こうしているというのはね、受験生の方の負担を最小限にして、時間を最小限にして、エネルギーを最小限にして、合格一直線、合格に、合格を勝ち取っていただきたいという、そういう、まあ、気持ちからですね、こういう資料を、まあ、作っている。特にこの研修テキストのこのハイライトとマーキングを、それから出題年度と問題番号、これはPDF に書き込みするっていうのは非常に実は手間がかかるんですね。はい、まあ、でもこういうの作るのとても私は好きなのでね、こうまあ、とことん、あとまあ完全主義者なんで、まあ、漏れがないようにこう作り込んだと思います。はい、で次のページをご覧いただきまして、12ページ観光庁研修テキストの、まあ、目次ということですね。これで18年から23年度、まあ、6年分に出題された116台の、まあ、記載箇所も全て、まあ、明示してやると。この目次においてもそうですし、本文においても全て、記載をさせていただいております。例えば第1章で第1通訳案内制度についてというと、もうほとんどの1、2、3、4、5、6番まで全部
このように何年の何番にもうこう繰り返し出てるの分かるじゃないですか。ですからこの観光庁の研究テキストご覧になっていただいて、このマーキングのところ、それから何年の何番に出たかと、でこれをだから問題とこの研修テキストを、両方チラチラ見ながら、その感覚、受験感覚というのを身につけていただきますと、次回というか今年、例えばこの通訳案内士制度のどのあたりが出るのかなという鼻が効いてくるといいますかね、鼻が効いてくる、クンクンと、それがこう非常に効いてくるとよろしいですよね。はい、で次に旅行業法、これも1番4番5番6番が出てまして、出題年度と 何番か問題番号を明記しておきました。はい、で3番旅行業法に基づく旅程管理、これも1245ということで、何年の何番、第2章旅程管理の実務というところですけども、第1講義の旅程管理について2回出ていると、お客様の把握理解、これが4年度にわたって出ていると、でここ重要ですよね。で次のページご覧いただきますと、13ページ、集合時間とか場所の周知、これ19年の13番ですか。はい、天井の準備、こんな形、それから第2編危機管理、災害発生時等における適切な対応ということでですね、そこでは事前調査のポイント、昨年ですね、ここちょっとハイライトちょっとし忘れましたね、失礼します。で第3が危機の事前防止及びトラブルの最小化と、2021年の 10番ですね、2000その下のところ、抗議の意味での危機としてのトラブルを防止する方法、2023年の4番、こんな形で出てる。次のページ、はい、もう以下もうご覧になっていただければですね、この目次の段階で、何年度の何番に出たということを明記しておりまして、本文の方には、ハイライトをマーキングしておりますので、それを確認してください。で15ページまで行きましてね、ずっと、はい、からこう16ページまでありましてね。で、これは観光庁研修テキストの説明の動画の方でも詳しくご説明を、させていただいておりますので、そちらの動画も必ずよくご覧になっていただきたい。それまたリンクは下の概要欄の方に貼っておきますのでね、そちらも合わせてぜひご覧いただきたいと思います。17ページ。これはですね、2023年度の、問題なんですけどね。はい、でこれたら1番ちょっと見ていただきますと、通訳案内書及び旅行業法の一部を改正する法律。平成29年法律第55とありますかね。でこれが施行、成立したのがですね、2017年の6月の2日になります。はい、この法律が、成立したのが2017年の、6月の、2日になります。はい、そして、施行されたのが、2018年の1月の、4日ですから、法律が制定されて約7ヶ月後にですね、2010、ちょっと赤いボールペンでそこの余白に書いていただきたいんですけども、法律が成立が2017年の6月の2日、
そして施行されたのは2018年の1月の4日。そしてこの法律に基づいてですね、2018年度から一般常識が二分割されまして、一般常識が一般常識と通訳案内の実務に二分割されて、新たにこの試験に組み込まれたと、こういう経緯があるわけです。まあ基本的な事柄ですけど、そして通訳案内士に関わる資格や業務内容、義務などが部分的に変更されることとなった。この点に関する説明として正しい選択肢の組み合わせ、これですね、ちょっと新しい傾向なんですけど、正しい選択肢の組み合わせ、これちょっと下線引いておいてください、はい、単なる4択の問題ではないんですね。ただ単なる4択の問題、4つの中から正しいものを選べということではなくて、この正しい選択肢の組み合わせ、ちょっと複雑と言いますかね、4択であればその正しい、正解が当たる確率はですね、まあ、25% たった順番にね、そのこう、ただこうなるとここを選択肢がですねの組み合わせということになりまして、1番から8番の組み合わせが表示されてまして、さあどれだと、まあ、こういう問題なんですね。で先ほど申しましたように、20分間でこの16題を、まあ、こう解くにあたって、これやっぱり読み込んでいかないといけない。しかも時間が本当にない、時間との戦いですから、こう時間との戦いで後ろの方の問題が解けなかったというのは残念ですよね。まあ合格ラインが6割とはいえですね、やはり全問やはり回答したい、全問回答したい、で見直す時間はないとすると、まあ勢い、まあ、直感と言いますかね、皆さんが、まあ、これそれまでに勉強をしてきた内容、まあ、それがこう頭の中でですね、頭の中のコンピューターがくるくるくるっと、で1番読んでですね、これは、正しいか間違っているか、間違っていたらちょっとバッテンをつけておくと、こんなふうな形でですね、やっていくと。でこれもC と、F と G と H が正解になるわけですけども、これはそれぞれ、観光庁研修テキストの何ページの右段なのか、何ページの、まあ、左段なのかということを明記しておきましたので、ここは必ず研修テキストの指定されたページのですね、まあ、右段左段で本文と確認をしていただきたい。でその本文のキーワードがここで私がハイライト、マーキングをしている言葉がだいたい出てくるはずなんです。まあもうここまで完璧な受験対策資料というのは日本にありえません。あと3週間、もう3週間を切りましたでしょ。とこう、じゃあこの通訳案内の実務受験されるかってどうしたらいいのか。この傾向と対策以外の参考書はもう直ちに本箱の隅っこに追いやるか、明日のゴミに出していただきたいと思います。必要ない。それはもう無駄なんですね。時間効率が悪いんです。ですからこれ以上の資料は日本にありえないんですね。ありえない。まあ、ちょっと自画自賛に、いつもなんか自画自賛になってしまって申し訳ないんですけども、私は50年間この指導をしており、もう余計なこと言うのやめた。次のページをご覧いただきます。18ページ、はい。
すると、改正通訳案内書、これちょっとくるっと丸を押していただきまして、で、これ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 と。で、1から4、1つ選べという、こういう、またこれがですね、組み合わせの問題、になっておりますね。まあ、同じように、ここにハイライトしておいた部分がですね、例えば、そこの1番の選択肢1で、選択肢1のところの、では、ページ5、5ページの、右の下の方にありますよと。これを必ず確認をしてください。よろしいですか？確認をしてください。今ここでちょっと確認する時間をこうかかりますんで、しませんけどね。で、そこの、ここは、そうか、組み合わせじゃないですね。1から4選べという問題だ。失礼しましたね。それから、問3、旅行業法、くるっと丸。で、旅行業法の問題かなというと、まあ実はそうではなくて、まあ、結論から言うと通訳案内手法の問題なんですね。で、B と E が、これが、まあ、こう、正しい選択組み合わせという、これも B であれば10ページの左の下の方、E であれば11ページの左にこれ書いてありますよと、ハイライトした部分があります。これ必ず確認をしてください。必ず確認してください。で、問4、ツアー行程中の危機やトラブル、ここ危機とかトラブル、ちょっとくるっと丸を押していただきまして、事前防止もくるっと丸と、これが4番、これハイライトしてまして、54ページの右ですよと。ね、次のページ。と、今度上の問い5、危機管理、旅行行程における、これくるっと回る。で、これ、54ページの左から右ですね。ここに、この記載があります。はい。それから6番、問い6がツアー、クレーム対応、これくるっと回る。ね、で、これ2番が正解で、これを58ページの左でハイライトした部分は研修テキストの方にもハイライトをしてございますので、ご確認ください。で、問い7、地震発生時、これくるっと丸していただきまして、で、これ組み合わせのまた問題になりましたね。で、 B で FH で、それぞれ、研修テキスト何ページの右か左かと。で、ハイライトした部分が研修テキストの方にも見ることができます。よろしいでしょうか？これも確認を必ずなさってください。で、20ページいきますと、ツアー行程、交通事故、急な病気、こういったところで、これが、まあ、1番の応急処置、これくるっと回しておいてくださいね。応急処置を行うことが必要である。で、これ64ページの左ですよと。そして問い9、はい、これが、まあ、同じく69ページの左、そして、10番が、72ページ、73ページの左ということで、まあ、ずっとこういうふうに、すべての問題についてですね、研修テキストの何ページの左か右かというふうことを明記させていただきましたのでね。だから、まあ、これも、これが、皆さんが、まあ、あと3週間弱なんですけども、こういう事実を知ってで勉強するのか、全くそういうことを知らなくて勉強、もう雲泥の差じゃないと、時間とですね、エネルギーのね。なので、まあ、こう一次試験の会場ではね、まあ、地理も歴史も一般常識も通訳案内術も、受験会場半分以上の方がこの傾向と対策
最後の最後まで見て、毎年見てらっしゃるというのは、これで皆さんもご理解をいただけたのではないのかなというふうに思います。次のページ見ていただきますと、22ページも同じような感じ。この辺りは、イスラム教徒、あるいはインドのこのベジタリアンなんかの関連、あとは食物アレルギーなんかの問題が出ています。そして23ページご覧いただきますと、ここは22年度の問題がございまして、まあ、同じようにですね、まあ、ここは例えば何年度と同じ問題が出たと、そんな記載、それから研修テキストの何ページの右左と、まあ、こんなふうにこれも全部明記してあります。そしてずっと見ていただいて、22年度が、であと29ページ行くと同じように21年度の問題。これは私が全部説明をする時間もございませんので、これは各自、ここまで調べ上げてあるわけですので、皆さんが時間の許す限りですね、こう確認をしていただきたい、こういう意味でございます。そして、36ページに行きますと、2020年度の問題ですね。同じようにハイライトをして研修テキストの出題ページを明記しております。はい。そして10年度が44ページを開いていただきますと、2019年度の問題で、このあたりは通訳案内手法オンパレードという感じでしたけどね、こちらも同じように、PDF にこのように、必要事項を記入してますので、こちらもご覧いただきたい。そして50ページを開いていただきますと、19年度の問題の解説というのを、ね、この年に作っておきましたので、こちらの方もぜひご参照ください。というのは、同じ問題が繰り返し出る、類題が出るという、ね、特徴がある、わけですのでね。で、ずっとそのあたりありまして、18年度の問題が53ページ、これは法律改正があって、初めて通訳案内、の実務が主体された、原点となる、ね、問題ですね。通訳案内書オンパレードですね。これも重要ですね。はい。で、あと58ページと18年度における観光庁研修テキストからの出題、これを詳しく分析をしてあります。読めば分かる。読んでくださるんですか。そして60ページに来ますと、効果測定テストというものがね、以前作られまして、この中に実際に出題されたものがいっぱいあるので、この作成者の方が、出題者ではないかと、そういうことでここに記載をさせていただきました。はい。ご覧になっていただきたい、しっかり読んでいただきたいと思います。から64ページ、外国人に人気の日本観光スポットランキングということで、コロナの時期はこのランキングが発表されなかったので、ここでは2020年度のランキングなんですけどね、でこの下の重要なところをすべてリンクを貼っておきましたので、この程度は一応見ておいていただきたいということですね。はい。こ
ここでは伏見稲荷大社が2番になってますけども、これ以前は、5年間連続で伏見稲荷大社が1番になっておりました。はい、そして65ページ観光庁研修率、これも何回か試験に出ております。はい、のでこれもきちんと、見ておいてください。はい、66ページ観光庁研修テキストの重要事項ということで、まあ、何回も、まあ、同じ問題類題が出ているわけですけども、その中で重要なものをここに全部じゃないけど、まあ重点的にまとめましたのでね、こちらもぜひ効率的な勉強って言いますかね、まあ、ピンポイントの勉強と申しますかね、今まあタイパとかね、タイパっていうかこう時間効率、まあ、そういう高い、まあ、受験勉強をしていただきたいと、まあ、こういうところからこれ資料を作っているわけですね。はい、ずっとね、本当にこう自分で言うのか、素晴らしい資料。それから71ページこのトラブル対応ですね、これもう大事な事柄をまとめておきました。これも熟読しておく必要があります。よろしいですか。はい、これ特にもう20丸ですね、これトラブル対応ね。はい、そして、72ページに行きますと、関係法令、まあ、これ先ほどちょっと見ましたけどね、こちらの法令のまとめといいますか、それから覚えておきたい専門用語とかになります。まあ、時間もあと3週間弱になりましたけども、この健康傾向と対策に焦点を合わせて繰り返し勉強をしていただくことが大事だと思います。最近まあ難しくなってきたんですね。はい、最初の頃は優しかったんですけども、油断をするとここで足元を救われる可能性も高い、そういう科目ですので、心をしてですね、まあ、勉強していただきたいと、そういうふうに思います。本日も最後まで、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。皆さんの、合格を心よりお祈り申し上げております。